皆さんこんにちは、ジソウルゴブルダー兼二級建築士ヒロリーだ。はい、ということで皆さん新年明けましておめでとうございます。はい、2024年がやってまいりました。去年につきましてはもうほんと自分の中で飛躍できた年だったので、2024年も頑張りたいと思います。はい、ということで元日恒例、私ヒロゲーの今年の目標について発表したいと思います。初めての方もいると思うので、簡単に説明すると、私は元日に今年の目標を発表します。こんな感じです。はいはい、ちなみにこれが去年の目標です。去年は全部で7つ作りました。1つ目が製図試験に合格すること、2つ目がチャンネル登録者数を月に10人以上増やすこと、3つ目は週に3本以上かつ月に10本以上動画を出すこと、4つ目は JBF に参加すること、5つ目は1日30分以上勉強すること、6つ目は断捨離をすること、最後7つ目は作品で100いいねを取ることです。ちなみに去年の目標は全部で4つ達成しました。もう先言っとくんですけど、2024年の目標は全部で3つです。去年は7つで結構多かったんですけど、今年は数絞って3つだけにしました。では3つ一気に発表したいと思います。2024年の目標はこちら。はい、こちらの3つです。1つ目はチャンネル登録者数を1000人超えること、2つ目は1級の学科で80点以上を取ること、3つ目は JBF TBL を成功させることです。今現在私の YouTube のチャンネル登録者数が875、6人なので、もう今年は絶対1000人行こうということで、今年の一発目の目標はチャンネル登録者数を1000人超えることにしました。個人的にこの流れで言ったら半年後には1000人行くんじゃないかなって思ってますので、チャンネル登録者数を1000人超えるために頑張りたいと思います。続いて2つ目の1級の学科で80点以上取ることについて説明したいと思います。私ひろげ、2024年の1級建築士の学科試験に挑戦したいと思います。ですけど、今の一級建築士の試験は一回落ちて当たり前という状況になっていますので、一発合格はほぼ無理だと思ってますので、今年は80点以上を取りたいと思います。可能でしたら今年の学科試験は一発で合格したいと思っております。はい、そして最後3つ目の JBF と TBL を成功させることです。もうとにかく今年は JBF と TBL に全力投球したいと思ってますので、この2つは絶対頑張りたいと思います。JBF が半年後で TBL が11ヶ月後ということもあるので、作品作りについては結構余裕がありますので、この2つは絶対に成功させたいと思います。はい、ということで2024年の目標は以上になります。で、最後になるんですけど、2024年の動画につきましては、週に1本以上は出したいと思います。ちょっと去年は、いろいろスケジュールの都合とかもあって、週に1本しか出せれなかったり、急遽休むことが多かったんですけど、今年につきましては、もう絶対に週に1本以上は動画を出したいと思います。出す日にちと時間なんですけど、今までは火曜日と木曜日の18時投稿だったんですけど、今年からは、火曜日と木曜日の18時頃にしたいと思います。なので、公開が18時じゃなくて、18時半になってしまうということもありますので、そこについてはちょっとあらかじめご了承いただければなと思います。土曜日の投稿につきましては、可能でしたら土曜日も出したいと思います。動画を出す出さないにつきましては、 YouTube の投稿機能でお知らせしますので、随時確認をお願いします。とりあえず2024年につきましても、去年と変わらずぼちぼち頑張っていきたいと思います。はい、ということで2024年も私ヒロゲーをよろしくお願いします。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。